メディアム・ウェブスター社は参考図書を出版するアメリカの企業であり、特にその時点で知られている。1828年、ジョージとチャールズ・メディアムは、マサチューセッツ州スプリングフィールドで G&C ・ G C、メディアム CEO として会社を設立した。1843年、ノア・ウェブスターの死後、会社はウェブスターの遺産からアメリカ英語辞典の権利を購入した。 すべてのメリアム・ウェブスターの辞典はこの系統に連なる。1964年、エンサイクロペディア・ブリタニカ社がメリアム・ウェブスター社を買収し、子会社とした。会社は1982年に現在の名称となった。1806年、ウェブスターは自身初の辞書、官名英語辞典を出版した。1807年、ウェブスターは 彼の出版物を完全に総合的な辞典、アメリカ英語辞典へと拡張する20年にわたる集中した作業を開始した。単語の語源をたどる助けとして、ウェブスターは26の言語を学んだ。ウェブスターは国の様々な場所のアメリカ人がかなり異なる語彙を用い、単語を異なるやり方で綴り、発音し、使用していたため、こういった。 アメリカ人の話し言葉を標準化したいと考えていた。ウェブスターは1825年にパリやケンブリッジ大学へ滞在中に辞典を完成させた。ウェブスターの1820年代の本は7万号を収録し、そのうちおよそ1万2000号はそれ以前の辞典には見られないものだった。綴り字改革者として、ウェブスターは 英語の綴り規則が不必要に複雑であると考えており、そのため彼の辞典はアメリカ英語の綴りを導入して、カラーをカラー、ワガンをワゴン、センターをセンターに置き換えた。ウェブスターはイギリスの辞典では見られなかったスコンクやスカッシュを含むアメリカの単語も加えた。1828年70歳の時にウェブスターは辞典を出版した。 売上はかんばしくなく、わずか2500冊しか売れず、ウェブスターは借金を背負うことになった。しかしながら、1840年、ウェブスターは2巻からなる第2版を出版し、これはより大きな成功を収めた。1843年、ウェブスターの死後、ジョージとチャールズ・メディアムはこの時点の1840年版の出版及び改定権を確保した。 彼らは1847年に改訂版を出版した。これは本文には変更点は全くなく単に新しい節が追加されただけだった。1859年の改訂版では図版が追加された。1864年、メリアムは大蔵保版を出版した。これはウェブスターの文章を変更した最初の版であり多くの定義と アンアメリカン・ディクショナリーというタイトルを保持したまま、ウェブスターの著作を徹底的に整備した。これが大辞典と形容される一連の改定の始まりであった。1884年には収録単語数は11万8000であり、その他いかなる英語辞書よりも3000語多かった。1890年版でタイトルがウェブスター国際辞典に変更された。 合意は1909年と1934年のウェブスター新国際時点版で大いに拡張され収録単語数は50万を超えた。1934年版は、訴求的にウェブスター国際時点第2版あるいは単に新国際時点の第2版と呼ばれた。メディアムウェブスター大学時点第11版。大学時点は百九十八年に発表され、 このシリーズは現在第11版である。1890年のウェブスター・エス・インターナショナルの出版後、2つの大学版が増補版として発行された。メリアムはフィリップ・バブコック後部の指導の下で1961年のウェブスター新国際辞典第3版を出版し、辞典を再び徹底的に整備した。この版で行われた変更は、 世間での論争に火をつけた。これらの変更点の多くは、書式、不必要な句等点の除外、あるいは短い語句で十分な時に完全な例文を回避することであった。その他のより議論の的となる変更点は、言語学的規範主義から当時使用されていたままのアメリカ英語を描写する方向への移行の前兆を示した。第9版で、大学辞典は、ただ単に、 新国際時点第3版の増補ではなく、別個の存在として、自身を区別する変更を採用した。一部の固有名は単語表に戻された。最も特筆すべき変更は、それぞれの単語の英語への流入を記録するために、それらの基地の書出の日付を含めたことである。第11版は22万5千以上の定義と16万5千以上の項目を含む。 本文の CD r o m が含まれることもある。この時点は影響力のあるシカゴマニュアルオブスタイルによって綴りの一般事項についての情報源として好まれておりアメリカ合衆国における多くの出版社や雑誌がこれに続いている。シカゴマニュアルはこの時点が記載される最初の綴りを通常決めると述べている。G&C メディアム社は一連の訴訟によって ウェブスターという名称がパブリックドメインに置かれた後、この名称を排他的に使用する権利を失った。社名はメディアム・ウェブスター・インコーポレーテッドに変更され、1983年にはウェブスター新大学辞典第9版が出版された。それ以前の出版物は、副題としてエーメディアム、ウェブスター・ディクショナリーを長年使用しており、より古い版で見られる。 1940年代以降、会社は多くの専門辞書、語学支援書、その他の参考図書をそのレパートリーに加えてきた。会社は1964年以降、エンサイクロペディアブリタニカ社の子会社である。1996年、メディアム・ウェブスターは、初のウェブサイトを開設し、オンライン辞典及び、類語辞典への無料アクセスを提供した。メディアム・ウェブスターは、類語、 英語の用語、地理、電気、固有名、医学用語、スポーツ用語、スラング、精鋭、その他膨大な種類の辞典も出版してきた。辞典ではない出版物には、大学理語辞典、秘書ハンドブック、作家及び編集者のためのマニュアル、大学百科辞典、文学百科辞典、世界の宗教百科辞典がある。2007年2月16日、メリアムウェブスターは、 携帯電話向け検索情報プロバイダのアスコーミナオによって開発された携帯電話向け時点及び類語時点サービスの開始を発表した。購入者はテキストメッセージを通じて定義、綴り、及び類語にアクセスするサービスを使用する。サービスにはメディアムウェブスターの今日の単語も含まれた。メディアムウェブスター社はかつて自身の辞書において 独自の音声記号を使用した。これは、アメリカ合衆国の様々な場所の人々が同じ、鉛を話す人々が学んだのと、同じやり方で単語の発音の仕方を学ぶのと助けることが意図されている。ユニコードは IPA 記号に対応したが、メリアムウェブターの音声記号のための場所は確保しなかった。したがって、べての辞書を IPA 表記に修正することなく、 発音へのコンピュータでのアクセスを可能にするため、メリアムウェブターのオンラインサービスは、アスキー文字を使用して、音声を記述している。メリアムは、印刷物中の特定の単語の使用を探し、それらを引用のデータベースに記録することによって、項目を作成する。メィアムの編集者は、印刷情報源を見るために1日およそ1時間を費やし、個別の単語の使用を学び、 引用ファイル中の保存すべきものを選ぶ。メリアムウェブスターの引用ファイルは単語の個別の使用を記録した1600万を超える項目を含む。これらの莫大な引用は3、5インチサイズの情報カードに記録される。この紙の引用ファイルの最も古い項目は19世紀まで遡る。2009年以降は全ての新しい項目は電子データベースに記録される。 ありがとうございます。